メンスラーゲは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍北部のザムトゲマインでアルトラントを構成する、町村である。ハーゼタール保養地の一部として、アルトラントに位置する。メンスラーゲ教会管区には、アンドルフ、ボルク、ボットルフ、ハーレン、ハーネンモア、ヘルベルゲン、クラインミンメラーゲ、レンスラーゲ、シャンドルフ、バッサーハウゼン、ビールプの集落が含まれる。 メンスラーゲは、アルトラント北部のオルデンブルガー・ミュンスターラントへの移行部に位置している。クライネハーゼ川が町内を東から西に流れており、メンスラーゲ町の西部では、ハーネンモア・運河として直線化されている。メンスラーゲは、東はクバー・ケンブリュック及びバート・ベルゲン、南はノルトルプ、ケッテン・カンプ、エッカー・ミューレン及びベルゲン、西は、ヘルズラーゲ、北は、 霊人間及びエッセンと境を接している。北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候である。ノルトルプの年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。メンスラーゲは1188年に メンセロジという表記で初めて文献に記録されている。この頃にはメンケイリッチやメンセラグ1350年頃にはメンスリグという表記もなされており1442年以降現在の表記になった。地名の意味についてはいくつかの解釈がなされている。以前はメンスラーゲはミントに覆われた定地を意味しており、これはハーゼ川が流れる湿った 肥沃な氷河渓谷に由来していると信じられていたが、現在ではおそらく800年頃に成立した、フランク人の王領あるいは防衛領に由来し、現存しているマイヤー豊富の名前に由来したと考えられている。おそらく、最初の住人がメンケンあるいはメンスケンであり、その居住地がメンケイリッチと呼ばれるようになり、ここからメンスラーゲになったという説である。いずれにせよ、 証明されているのは、カール大帝の時代に、修道士たちがこのマイヤーホーフや、現在のヘルベル原地区にあった陣地の建設に、携わったということである。他の解釈は、オルデンブルク博夫及び、ヨハンの従者であったミニステリアーレの家紋、メンスラーゲ家に由来するという説である。この家門は1245年頃に、常実のマイヤーホーフに封税られ、マイヤーホーフの広い土地に、 死党会修道院を設立した。この修道院ははじめ、ローゼンタールと称したが、1252年にベルステルの森に移転させられた。これが、現在のベルステール女子修道院の起源である。このマイヤー法フの所有者に関する最初の記録は、1486年のクバー・ケンブリュックの文書である。この文書には、マイヤーズ・メンズリッチと記録されており、 このミニストリアーレ家のものである可能性がある。教会広場を囲む木組建築庁の中心部のマリエン教会は、コルバイ修道院長の許可を得て1247年にオルデンブルク博によって創建された。これにより、霊人間の母教会からの教区分離がなされ、メンスラーゲ教会区が創設された。初期ゴシック様式の教会は、はじめ教会塔がない状態で建設された。 教会塔は1579年に増築されたものでエッフェルンの砂岩が用いられている。教会北面周囲の墓地の外れに住民が穀物を保管するための倉庫が建設された。これによりここは2カ所の出入り口だけが開いた閉鎖的な広場となった。戦争の危険が迫ると住民たちはこの安全な広場に集まった。倉庫は時代とともにその重要性を失った。 農民たちが価値の高い穀物を自分の農場内の安全な場所に保管する方を好んだためである。古い倉庫の一つは議会小屋に改築され教会役員会が開かれた。また別の倉庫は商人や職人の住居や作業場、工房となった。以下の表は各年の12月31日時点での長域における人口を示している。数値は 1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は人口調査の結果である。メンスラーゲの聖マリエン協会この町の住民は伝統的に福音主義が優勢である。町の中心には 福音主義ルター派の聖マリエン教会が立つ。この町の議会は13議席で構成されている。町長はユルゲンクルーゼである。メンスラーゲは1904年から1952年まで、軽便鉄道リンゲンベルゲクバーケンブリュック線で結ばれていた。オスナブリュック交通会社のバスが1時間間隔でメンスラーゲからクバーケンブリュック駅及び、 フィルステナウに向かって運行している。この町は観光街道アルトラントイコールルート沿いに位置している。ありがとうございます。